質問です。家を建てて5年ですが、毎年夏になると苦手な害虫が出てきます。キネシオロジーのブレインジムをしている方に相談したら、怖がりすぎるからと言われました。やはり自分が引き寄せているということでしょうか。言ってることはわからんでもない、わからんでもないですけれども、怖がりすぎるから引き寄せるっていう言い方もね、だからわからんでもないけれども、書き方としては私はこの言葉に尽きると思う。害虫この言葉に尽きると思うね。だからね、これもね、自然界の摂理としてよく言う話だけど、害虫いないから自分にとって勝手に害だって言ってる。で、俺は素晴らしい正義の味方なんだ、お前は悪魔の手先なんだっていう、そこの心理があるから害虫って言葉を使うんだよねっていう、その心理に基づいて差別感が非常に強いっていう自覚がないわけですよ。だそうするとですね、なんかに対して警戒を払いますよね。優越感浸るためにも、見つけたら何とかしようって言って、そこにそのまま存在を許さないっていう感じっていうことになるから、どうしようどうしようってなるっていう感じだけど、ブレインジムがどうとかってことじゃなくて、それに対して虫に対しての認識が変われば、そこにおっても別に興味なしみたいな、見なくなりますよね、簡単に言うと。それよりも別のものに興味を惹かれるようになるわけですよ。だからゲーマーになればいいんだよ。ゲーマーになって毎日スイッチしてれば、害虫なんて何も気にならなくなるわけ。ね。うん。じゃあそれはだから自分の精神の矛先が別のところに向いてるからっていうことなんですけれどもね。それはまあ、それもそれで対症療法的な感じになっちゃってるんだけど、害虫っていう概念を捨てた方がいいと思いますよ。自然界の自然農法だってそうなんだけどさ、ちゃんと自然農法の考え方を理解してる人は、害虫なんていないとかっていう。必ず虫でもそれぞれに全部自然界に役割がありますからね。だから害虫はないっていう。勝手に農業的に都合悪いものに関してだけ害虫言うとるからさ、みたいな話になると思うんだけどさ。そっとこから考えた方がいいのかなっていう気はします。